さって夕げの支度もあと少し、あとはご飯の炊き上がりを待つばかり。正確にはそのタイミングで煮物と汁物を温め直しますけれど、今日のメインはお刺身の盛り合わせ。焼き物などはございませんので、こうして時間までゆっくりと旦那様とイチャイチャできるという寸法です。今日は何をして時間を潰しましょうか。何者、優勢の危機はひとまず去ったとはいえ、念には念を入れて幾重もの結界を張ってある愛の巣に侵入者とな。どなたですか一体。セラフの神王たる旦那様の資質に、ブレーンにも程が。来たし。え、え、あの、あなた、やっぱり知ってるじゃんあんた。ふーん、あんたもタマモって言うんだ。あなたはまさかタマモナインの一人。そんな嘘です。何故、どうして、どのように。私もタマモなんだけど、こういう偶然って実際あるんだね。不思議だなって思うけど、なんだろう、嫌な感じはしないもんだな。よろしく、タマモ。何、いい人っぽい雰囲気出してるんです。それにこっちの話全然聞いてないですね。違うし、職業っていうかやってることは歌で稼いでる。歌手っていうのは恥ずかしいな。アイドルって言われるのもまだ私には早すぎると思うんだけど、なんかうまくいってるみたいだから。セラコンとかで連続1位取っちゃって、みんなが喜んでくれるから、まあ続けるけど。しかも JK アイドルですか。まず間違いなくカリスマ JK アイドルの風格、今時のウケそうな要素で固めてきた。ピンチ、まさかの新妻玉もピンチ。いいえ、負けません。シンデレラのフォックスガールは一人で十分。新規参戦も期間限定もお断りったらお断りなんですから。でさ、あんたのことはなんて言えばいいのかな。まだこっち来たばっかでよくわかんなくて。プロデューサー兼ブリーダーって、ええ、まあまさしくその通りですが、旦那様しっかり、あの JK 衣装に魅了食らっちゃってます。そっか、それはすごく頼もしいな。よろしく、プロデューサー。あなたも乗ってんじゃないですよ。帰れ帰れ。